アトッサは、アケメネス朝の女王であり、キュロス二世とカッサンダネの娘であり、おそらく、ペルシアをカンビュセス二世の姉妹であった。アトッサは初め兄弟のカンビュセス二世と結婚した。その後、紀元前522年に、ダレオス一世が、カンビュセス二世の弟バルディアを自称する人物の反乱を鎮圧した後に、ダレオス一世と結婚した。 ケロドトスは歴史の中で胸に出血性のコブを抱えていたと記している。彼女は自分自身をシートで包んで隔離を求めた。結局、ギリシアの奴隷でもセデスが主要を切除するよう彼女を説得した。クセルクセス一世はアトッサとダレイオス一世の息子である。アトッサは紀元前480年のクセルクセス一世によるギリシア侵略まで見届けた。 アトッサはキュロス二世の直系であり、アケムネス朝において大きな存在であった。アトッサの特別な地位により、ダレーオス一世の長男ではなかった、クセルクセス一世が後を継ぐことになった。ペルシア人の一場面に登場するアトッサの前に現れた、ダレーオス一世の幽霊アイスキュロスは、アトッサを主要な登場人物として、悲劇、ペルシア人を描いた。また、 ゴアビダルの小説クリエーションでも主要な登場人物である。1915年に発見された小惑星アトッサはアトッサにちなんで命名された。そしてシアトルのヘルスケア企業アトッサジェネティクスは創業者のドクタースティーブン・キーにより2009年にアトッサにちなんで名付けられた。ナスダック公開企業で早期主要治療薬の開発を通じて 乳がんの女性を支援することを目的としている。会社のロゴは、イラン国立博物館が収蔵するアトッサの胸像を図案化したものである。A.B. シュミット、ルギガー、アトッサ、エンサイクロペディアイラニカ、ボリューム3、エンサイクロペディアイラニカファンデーション、ISBN0 から710091214、ボリュームイコールにボリュームなど、余分の文字が入力されています。 ムカージー、ザ・エンペラー・オブ・オール・マラディス、P41、シー・ハーダ・タス、ザ・ヒストリーズ、プ、1998、パート、エイト・ハット、アトッサ、ザ・セレストリエル、アンド・テレストリアル・レディ・オブ・エンシェント・イラン。イラン・チャンバー・ソサイティ、2018年3月31日、閲覧。ありがとうございます。